こんにちは。ラーメン大好きガーソーさん、ガーソーです。この番組は、ラーメン好きなおっさんが、福岡及び近郊のラーメン屋さんを巡って、そのラーメン屋さんの様子を一生懸命、ラーメン好きな方へ、えー、リポートするという内容の YouTube 番組になっております。よろしくお願いいたします。同じ名前でブログ運営もしておりますので、 文章で読みたい方はそちらの方も合わせてお読みください。概要欄の方にリンクの方を貼っておりますのでよろしくお願いいたします。さて、今回はコラボ企画です。えー、YouTuber の勝村氏との運営されている勝村チャンネルと一緒にですね、あの、二人が福岡市内で一番好きな塩ラーメン屋さんを紹介するというのが今回の動画になっております。 で、2点同時あの、事前に言っておきますと、あの、好きなお店がたくさん私もありましてですね、えー、塩ラーメンに関して言うと、あの、福岡市内ならここと。で、えー、福岡市外だったら別にあの、塩ラーメンここいいよねっていうお店が、まあ、実際あるんですけれども、 ま、少なくとも福岡市内の塩ラーメンが好きというお店に関しては勝村市とあの僕が選んでいるお店っていうのは一緒なんですね。まあ、それで今回そのコラボ企画をしようという話になったんですけれども、あのー、もう一点、そのコラボ企画と言いながら、今回の動画に勝村市出てきません。<laughs> 前回もだったんですけど、あのー、博多一層さんとのコラボ企画でですね、あの、インタビュー動画とかを撮って、 で、その時に、その勝村さんのチャンネル用に撮影して、撮影が終わったことで、あの、もう終わった気になっちゃいまして、自分とこの、自分のチャンネル用の動画を撮ってないと。で、いざ編集しようとして気づくんですね。あの、あれ、勝村さんも出てないし、磯野の山田さんも出てないと。まあ、で、今回も全く同じことが起きまして、あのー、 店内の様子とか、調理してる様子とかは許可をいただいて撮影してるんですけども、この3人で対談したりですね。あの、そういった、で、あと、自分と勝村さんが揃ってこう、オープニングとかエンディングとかをするっていう動画は全く撮っておりませんで、あの、なので、あの、コラボ企画と言いつつ、あの、サムネイルの方にも勝村さんの写真貼っておりますけれども、あの、勝村氏一切出てきません <laughs>。 え、なので、次回こそはですね、ちょっとその反省を踏まえまして、あの、ちゃんとコラボ企画の時は、あの、そういった自分用のチャンネルの動画、写真も、あの、撮影して、え、ちゃんと盛り込んでいこうと思いますので、今回ちょっとご容赦いただきまして、いつものように、あの、写真と動画で、え、私の方が一番福岡市内で美味しいと思っているラーメン屋さんをご紹介していきますので、ご視聴よろしくお願いいたします。では、どうぞ。 はい。というわけで、お詫びと訂正を入れつつ、はい、こちら、えー、笹岡の、えー、大栄の並びにある、高砂小屋さんにやってまいりました。えー、ちょうど気泡さんの、ラーメン気泡の前ぐらいになりますね。こちらの高砂小屋さんは、2017年にオープンされています。 看板に名残があるんですけれどももともと高砂小屋という焼き鳥屋さんのグループ店だったんですよねそれを現在はあのオーナーの安藤大将が買い取られてご自分のお店として営業されてらっしゃいます営業時間は11時半から15時まで17時半から23時までの2部制です かなりお得なランチセットもご用意されてらっしゃいまして、半チャーハンセットやチャーシュー丼セット、半カレーセットなどがあります。メニューも相当豊富で、あの、塩ラーメン、醤油ラーメン、味噌ラーメンがあって、えー、油そばもありつつのあ、さらに冷やし中華とかもあるんですよね。で、この味玉醤油ラーメンも、えー、味噌ラーメンも、 ものすごい人気があるんですけれども、もう個人的一押しなのがこの塩ラーメンです。はい、こちらが店内の様子になります。カウンターと、えー、テーブル席、そして座敷があります。入り口には当然あの消毒が用意されておりまして、こちらで消毒してから入りました。カウンター席はそれぞれに仕切りがついています。 テーブル席いいですねで奥の方には座敷があってご家族連れにはこれいいと思います奥の座敷の方で今回撮影させていただきました基本的に営業は対象を1人でされていますこちらは卓上の様子になります大根の漬物が置いてあるのがいいんですよね はい、こ,っちここからは、あの、厨房内の様子、実際に塩ラーメンを作っている様子、許可を得て撮影させていただきました。えー、これを見ながら、ちょっとあの、安藤大将の、えー、経歴をご説明していきたいと思います。安藤大将は、あの、もともと六角屋という、あの、有名な家系ラーメンのお店にお勤めでして、そこから、あの、博多一行社に行かれて、えーと、要は、豚骨をかなり、あの、極められてるんですね。 そこから焼き鳥屋さんに勤めてあのどうせラーメンできるんでしょうって塩ラーメンでも鶏の塩ラーメンでも作ってよと言われて作り始めてそれがあまりにも難しくはまっていったとでそれであのつい、まあ、自分があの納得のいくものをやっと出せるようになったということであの塩ラーメンのお店を専門店として出したとで同時にあのお店では醤油ラーメンや味噌ラーメンも出すようになったということで でそっからあの焼き鳥屋さんから独立されて今はあのご自分のお店として営業されてらっしゃいますそういうこだ,わあのこだわりがやっぱりあられるだけあってですねあのここの塩ラーメン本当にうまいんですよあのそこらへんはちょっとあのもう実際にあのラーメンが出来上がったらその辺を詳しく解説してみたいと思いますけれども これあのちなみに勝村さんと私の2杯分を、えー、作っていただいておりますこう盛り付けもすごく丁寧にですねあのされていて見た目も美しいというのもまた、えー、目を楽しませてくれるんですよねこれちなみに撮影しているあの私と勝村さん両方ともなんですけれども あの見てる途中でものすごいもう口の中に唾が溜まってきてもうまだやろかと <laughs> そういう気持ちになってお腹空すきすぎましたはい塩ラーメン完成ですこれはあの味玉塩ラーメンになりますあの鶏のチンタンスープに塩だれ、えー、そして中太麺にえ鶏チャーシューと豚バラチャーシューそして味玉メンマと水納とねえが乗っています でこの透明感のあるスープなんですけれどもものすごい鶏のうまみが濃いんですよあので塩だれの方もあのこれあのホタテとかですねそういった貝のうまみがガツンとあの入っててそれの合わせ技でものすごくこうパンチがある味になってますあの見た目のこのサラサラ感とは全く想像できないぐらいうまみが強いんですよね 鶏のみが本当にしっかりしてるのスープをこう持ち上げるこの麺の感じがものすごい美味しいですでチャーシューが鶏チャーシューとあの豚のチャーシュー両方入ってるんですけどそれはどちらもうまいんですよねでこの味玉のこの半熟具合素晴らしく美味しいですメンマもあのしっかり塩抜きされていてちょうどいい塩梅と歯ごたえになっています 箸休みにああののの大根の漬物がが置いてあるのがまたいいてるまたんですよでこの大根の漬物なんですけれどもこの小皿に移して食べいただくんですが塩加減がまあやや控えめなんですねでサラダ感覚で食べられてもしそれがあの、えー、もうちょっと塩気が欲しいって方はちゃんと卓上に醤油も置いてあるっていうのがこれがまた心遣いがいいと思いますで鶏だから鶏ちんたんだからかもしれませんけど柚子胡椒も置いてあります 当然のようにスープまで完食でございますもう大変美味しかったですせっかくなのであの塩油そばも今回頂い,いておりますえ塩油そばもあのかなり具材がたっぷり入っていましてそれをよく混ぜていただくんですがあのすいません撮影ということがあってですねあの片手で麺を混ぜようとしたんでですねあのすいませんうまく混ぜきれーってなくて これあのこの動画を撮り終わった後にですね一旦カメラを置いてあのよく混ぜ合わせてますちなみにあのこの麺がですねあの16番のあ番、番手で言うと16番えっとラーメンの方は18番であのこれより気持ちあの太あ、細くなるんですけれどもこのまた麺がうまくてですねあの腰もあってあの,のど越しまあもうよく。 あの本当にあのよく混ぜていただくと塩だれとあの香味油と合わさってものすごく美味しいですこちらもあの完全になくなってしまいましたあの大変美味しかったですはいというわけでいかがだったでしょうか、えー、今回はコラボ企画ということで私と勝村氏が福岡市内で一番美味しいと思っている塩ラーメン屋さんラーメン高砂屋さんをご紹介させていただきました 取材にご協力いただきました、ラーメン高砂屋の安藤大将、ありがとうございます。では、このチャンネル、えー、およびこの今流れている動画をですね、いいと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録および、え、高評価の方を押していただけると嬉しく思います。では、またお会いいたしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。